トリオットエースグリーン。今回のサマーアクションシリーズ三冠ヘビー級王座次期挑戦者決定リーグ戦でスタッグ結成後初めて対戦することになった。エースは小橋田上と連敗し優勝の目が早くもなくなる。そして野田は落とし、今度は一方パトリオットは田上には不覚を取ったものの小橋からはきっちり白星を奪い優勝戦線に踏みとどまった。注目のパトリオットエース戦初対決の軍配は一体どちらに。京都ゴルフセンター猛烈赤フライ30回記念着物のすべて。さあ足を取ってそこにキックを入れていきます。マイティ足をひねります。さあグラウンド上の杉田の表情、足を攻め込まれております。さあエーゲンも出てまいりました。エーゲンのエルボー、もう一回エルボー。エーゲンも燃えます。3度エルボーを打ち込んだと思いましたらあっという間に逃げてしまいました。しかしここでタッチ、両方の足を取ります。これは厳しい攻撃、悪役紹介。さあジャンボ選手の足を引きずってひねっていきます。エーゲンどうだと言わんばかりの表情で攻め込んでいます。スピニングトーホールドを見せます。制限はるかとこれをなぎ倒しました。ジャンボ鶴田さあ縁に渡しております。まずは2への攻撃、足を取って先ほどの永遠選手の厳しい攻めの続きを見せます。縁関節技にはさえ渡ったものを持っております。縁正信、ジャンボ鶴田に対しまして厳しい攻撃を仕掛けております。ジャンボなんとかロープに逃れることができるんでしょうか。今ロープブレイク、ジャンボ鶴田の右手がロープに届いております。一番攻撃をやめません。馬場選手の大きな背中も見えております。鶴田に激を飛ばします。さあバックを取ります。さあモータにスイッチいたしました。まずは胸のあたりにキック、ものすごい音がしました。もう一度これをこらえる淵。さあエーゲンの登場です。またしてもエーゲンとモータの攻防と、エーゲンこらえるこのヘッドバットは一体どちらが痛かったんでしょうか。さあ張り手が始まります。2人の張り手が始まる。さあ場内も一緒に手拍子です。エーゲン選手はニュートラルコーナー厳しそうな表情。これはマイティがカットに出てまいりました。大京は何度この桃田のチョップを受けてしまったんでしょうか。エーゲン選手、さあヘッドバット、桃田は場外。エーゲン、さあ今度トップロープに登ります。そこからどうする。エーゲンもしかして飛ぶんでしょうか。おっと危ない、縁が押さえております。余計なことはするなといったエーゲン選手の表情。さあ桃田に上がってこいよと声をかけています。エーゲン選手、さあいやこれは桃田が飛べん、こちらへ来いという合図でしょうか。なんとリングの中、ジャンボ鶴田がロープを開けております。エーゲン選手、さあ飛ぶんでしょうか。本当に本当に走ってまたいだだけです。
落とされてしまいました。ここで試合時間は10分を経過しております。おーっと、いきなり出ました、エーゲン選手のあの攻撃。お客さん今少し油断をしておりました。おっと、今度は放送席前にエーゲン選手来ております。これはピンチ、これは危ない。馬場選手がこちらに向かって来ております。さあ、馬場のチョップ私の後ろに今白い物体が飛んでいきました。本当にひどいことをするもんです。またしても今度はどこに飛んでいったんでしょうか。前から4列目ぐらいまでエーゲン選手の白い、もう一回、これはと変わず落としが決まっています。リングの上、エーゲン選手かわず落としを仕掛けられてしまいました。また立ち上がることができません。馬場に捕まっております。馬場は桃田にタッチ、ヘッドパットを受けてしまいました。さあ、馬場選手の頭、ちょっとこれは馬場選手の表情も痛そうです。さあ、ニュートラルコーナー、桃田のチョップをまたしても受けております。さあ、ヘッドパット、おっと、もう一回ゴツンという音が放送席まで聞こえてまいりました。もう一度響いております。さあ、マイティーに回していきます。マイティーはナックルパートを打ち込んでいきます。桃田はダウンしてしまいました。さあ、お腹への攻撃、抱え上げてぐるぐる回して、そのままリーの上に落としました。カウントは2、カウント2つで返しております、桃田選手。さあ、そして縁に渡しました。縁選手が今ゆっくり登場、そしてまずはお腹にキック、腕を取っていきます。髪の毛を掴んで投げ倒して、さあ、腕への攻撃、ふてぶてしい表情を見せています。縁、もう一度、今度は左に当たっての攻撃、足も頭も見つけていっています。頭いきますかとエーゲン選手に声をかけました。コーナーポストに打ち付けていきます。さあ、エーゲンも出てきております。エーゲンの頭にぶつけていきました。しかし、これはエーゲンもちょっと痛そうであります。鶴田に向かってアピールのエーゲン、返された、ヘッドパット、桃田はダウンしてしまいました。そのツを取ってバックドロップ、桃田のバックドロップ炸裂です。これは内が確保いたしました。背中へのストンピング、マイティーに渡しています。マイティーが張っていきます。ニュートラルコーナー、対角線に振ります。これは壊して丸め込んだ桃田、カウントアップ、カウント2。さあ、ジャンボ鶴田出番です。力が入ります。ロブに振ってラリアット壊した、ショルダーダックル、マイティー燃える、サマーズルタドロップ、さあ、もう一回いくか、サマーズルタが壊されました。さあ、鶴田の王が出ました。試合時間は15分を経過、マイティが16本受けてしまいました。ばったりと倒れます。鶴田が今度は押し倒していきます。そのままカバー、カウント3、カウント3を奪いましたのはジャンボ鶴田でした。
95サマーアクションシリーズ武道館大会第3試合悪役紹介対ファミリー軍団はジャイアント馬場、ジャンボ鶴田、桃田光雄、この3人のファミリー軍団が勝っております。勝負タイムは15分15秒。さあジャンボ鶴田の王が出ております。まずはニュートラルコーナー、嬉しそうな表情です。対角線に向かってパトリオット、ちょっと苦しそう、なかなかリングの上に上がることができません。城樋口さんが今降りてなんとか上に上がれという指示なんですが、先ほどの技でリングから落ちてちょっと打ちどころ悪かったんでしょうか。さあ今ゆっくりと戻りました。リングの上ブルーのマット、ここからブレンバスター行くのか。ブレンバスターよく上げた、なかなかよく持ってきました。ポール行きます、危ない、カウント2です。このジョニーエースは過去タイトルの歴史を見てみますと90年の9月に第53代アジアタッグチャンプに輝いています。1回の防衛に成功しています。この馬場さん、小橋、それからパトリオット、ジョニーエースというこの三角関係というのは非常に面白いですね。あのお互い切磋琢磨しているといった感じがするんですが、ね、さあコブラツイストに行きます。アナヤズストレッチ、アブノミナルストレッチとも言われていますコブラツイスト、これはちょっとロープに近いか。パトリオット、コブラツイストの体勢かけられています。エースが締め上げます。さあもう少しです、あと10センチというところ、届くか、うん、苦しそうだ、届くか届くか、ロープブレイクできるか、なかなかロープは遠いようだ。今ロープブレイクです。やっとトップロープにしがみついているといった感じ。マスクの奥の表情は見えませんがかなり苦しんではないでしょうか。逆水平返す刀で逆水平、負けません。キックから、さあ何に持っていく、デンジャラスライバーか、デンジャラスライバーか、うん、これを打つことができません。 DDT トーキックから、さあ急な体勢、ゲロチンです。さあゆっくりと館内、日本武道館を見渡しました。さあ気を伺います。ジョニーエース苦しそうな表情、目だけがはっきりと見えます。パトリオットカウント2、馬場さん、パトリオットかなり劣勢なんですが、これどうしたらいいですかね。非常に苦しいですね。そうですね、僕はこんなんじゃないと思ってましたけどね、エルボー、この技をね、チョップ、ここからコーナーへ振って技をかけるのがね、常にエースが先なんですよね。そうですね、先手先手取ってるのはエースですね。さあここからフォールきます、危ない、カウント2です。ジョニーエースかなり熱そうです。一方さらに苦しいでありましょう、パトリオット。さあ絶対に負けるわけにはいかないんです、パトリオット。さあフォールに行きます、すでにこのリーグ戦挑戦権獲得の目がなくなりました、可能性がなくなった。エースの方が頑張っています。これはもう意地プライドだけでしょう。パトリオットは勝たなければ絶対にダメなんです。逆さ抑え込み、どうする、エルボー、ラリアット、バックドロップ、いくか、バックドロップ、いい形で決まった、馬場さん今のいい形で決まりましたね。そうですね、ただ後頭で落ちました、ジョニーエース。しかしパトリオットホールに行けないんです、カバーに行けないんです。リングの中央、さあ先に立つのはやっぱりエースなのか。ここからタックル、ここから和田が出るか、技がつながるかどうか。ゆっくりとこのジョニーエースの金髪わしづかみです。ロペ振ってドロップキック、跳躍力があります。さあモンドレーズ、トルティング技、
日本武道館、館内のお客様にアピール、喉のあたりを押さえてクリストーがジョニーエースです。もう胸のあたり、そして顔のあたり真っ赤、こちらがパトリオット。さあこれは深追いしません、ゆっくりと呼吸を整えます。先ほどまで劣勢だったパトリオットにとってはここは呼吸を整えるいいチャンスです。ヘドバット、ブレンバスター行くか、トップロープ越し、ブレンバスター、ヘドバット、ヘドバット腰のあたり、ボールへ行きます。カウント2です。パトリオット118キロあります。カバーに来ましたがカウント2。三冠ヘビー級次期挑戦者決定リーグ戦、さあフルネルソン行くか、フルネルソン、これは投げ負けない崩れたような投げになりました。ラリアットいい形で入りました。カウント2です。馬場さん、ここからですね、なんとかここから技をつないでいきたいですね。そうですね、2つ3つとね続けばいいんですよね、はい。さあこれはなんとかパトリオットとしては技をつないでいってフォールを奪いたい。パワーボムいくか、パワーボムいくか、この人のパワーボムは強烈なんです。強烈なパワーボムがあるぞ、ジャンピングしてのパワーボムもあります。さあいくか、ジョニーエース返したリバースのスープレックス、立ち上がります。ハイキック、両選手ともに序盤に比べましてだいぶ動きがゆっくりとなってきました。スローペースでの試合運びとなっています。さあフルネルソンバスターがあるぞ、これはコーナーを利用して返します。さあパトリオットがちょっと頭を打ったか、しかし先に立ち上がるのはどうやらパトリオットになりそうです。パトリオットが先に立ちそうです。さあチャンス、ここから一気加勢に攻めたいところですがどうでしょうか、まだ大技出ません。このままスクラックバスター、危ない、カウント2です。パトリオットは第60代アジアタック王座にも輝いているんです。防衛1回菊池小橋組を破っています。パートナーはジ・イーグル、同じくマスクマンです。さあサイドのスープレックス行こうか、行こうかというところですがこれはダメです。このままギロチン、再び顔も打ちつけています。さあ暑さも手伝って非常にクリスオスパトリオット、危ない危ない危ない、館内がどよめきます、危ない危ない、カウント2です。非常にこの試合リングの上の気温が非常に高くなってきています。さあさらに気温が上がった、行くか行くか、しかしパトリオットが立ち上がります。パトリオット、さあここからどうする、お互い譲れない。さあ行くか、ミサイルキックか、何に行く、ダイビングのアレットか、パワースラム、さあチャンス、危ない、カウント2、カウンターで持っていきます。両選手技がよく見えていきます。パワースラム、さあ非常に苦しそうなパトリオット、このタイツにマスク、ここにね、これに、ね、重なる時間を置きますとね、エースだってそうですね、回復しちゃいますからね。そうですね。さあどんどんスパインバスターいくか、スパインバスター危ないぞ、危ないぞ、スパインバスターだ、スパインバスタージャックナイフ式、オールか、危ない、お返した、スパインバスター出ました、背骨折り、脊椎クラキ、スパインバスター出ました。かつて菊池がこれで阪神神に追い込まれたことがあるんです。スパインバスターからどう持っていく、攻めないといけません、パトリオット。さあパワーボムいくか、パワーボム返した返した、カウント2です。ジョニーエース頑張っています、よく返しています。さあこの技はどっちへ行く、このチャンス技を出した方が勝ちそうだ、パワーボム、パワーボムいった、
い試合になってきましたね。そうですね、ここへ来てお互いにね、ですからもうちょっとどっちかが早くその攻めに行けばいいんですがね、ちょっと間があるだけに両者持ち越しました ね、持ち返しています。さあバックを取ったのはパトリオットです。セカンドロープ掴んで離さないイエス、エルボー。さあここからどう攻めるのか、この場でどう攻めるのかが違ってきます。ラリアット、さあこのまま何に持っていく、お腕をロックしての DDT です。ファイスクラッシャ ー、この辺りはかけたエースもなかなか立ち上がることができません。30分の一本勝負です。三冠ヘビー級次期挑戦者決定リーグ戦、パトリオットは絶対に負けることも引き分けることも許されません。勝って初めて挑戦の可能性が出てきます。しかし先に技をかけるのはジョニーエース。ジョニーエースサイドスープレックスいくか、パトリオットが足を押さえている。さあ腕が離れるのはどちらか、エルボーバック取った、これを返す、今度はエースクラッシャーか、エースクラッシャー、エースクラッシャー崩れたか、エースクラッシャー、ホール行きたい、ホール行きたい、ホール行きたい、さあどうだ、宙に舞った星のマークは宙に舞った。さあ握り拳持っていくか、持っていくか、宙に舞った、ちょっとずれたらどうだ、危ない、トリオット返した、トリオットは返します。いや馬場さん、よくパトリオットが返しました。そうですね、ずれた感はあったんですけども、まあそうですけども、そのボディースラムをやられて、そのムーンサルトを来るときにもパトリオットがね足を伸ばして用意をしてました。ですから、決まらないなと思いましたけど、この辺で危ないですね。ジョニーエースが19分20秒タイガタメで勝っています。風に破れかけた広告のポスター、プラットホーム立ち尽くしてぼんやり見つめてた、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。心の隙間